アロハ、皆さんこんにちは、ミサです。今回は新しい車に慣れるために少しハワイ島をドライブしてきました。最近のハワイのドライブのお供といえばボバティです。今回のお店はメリモナークフェスティバルでおなじみのエディスカナカオエスタジアムの向かいにあるカフェボバです。数年前まではイツーズという老舗のかき氷屋さんだったので、建物に見覚えのある方も多いと思います。うん、ゲット。当初のドライブの目的地はアカカフォールでした。ヒロの町から約20分ほどで着く、ちょうどいい距離の観光の場所になると思います。久しぶりにやってくるホノムの街はなんだかとても寂しげな雰囲気がありましたが、ローカルの方たちがお店の前でかき氷を食べているのを見てなんだか安心しました。ホノムの商店街を抜けてすぐ右に曲がるとアカカフォールズへ向かう道に入っていけます。お天気のいい日はとても気持ちのいいドライブになります。なのですが、パークの入り口に来るとゲートが閉まっていました。まだアカカフォールズは開いていなかったようです。天気のいい日には滝の周りに虹が見えてとっても綺麗なんですよ。残念ながらアカカフォールズを見ることができなかったので、少し遠出をすることにしてホノカーの町までやってきました。映画ホノカーボーイで有名なピーポーシアター、この映画館もこの通りにあります。小さな町ではありますが、とてもノスタルジックで雰囲気のある可愛らしい町並みです。このホノカーの街を通り抜けてさらにまっすぐ進んでいくと、このワイピオ渓谷ルックアウトに到着します。駐車場からこの少し急な坂道を下っていくとワイピオ渓谷を見渡せるポイントに行けます。初めてさ思ったけどさ、なんかあのあそこ可愛くない？なんかこうやってピュッてアヒルの口見てイルカの顔。駐車場まですぐそこに見えますが、結構この上り坂が帰り道急だったりして、意外と車に着く頃にはゼーゼーしてたりします。もうしんどいけど、これよりすごい坂があの下にあるの知ってます。車で、あ、そっか、もう歩いたらなんかねこういう風に立つ感じ。今はワイピオ渓谷の下の方へ降りていくことは禁止になっていますが、降りていくにはこのようなすごい坂道を降りていかなくてはいけません。抵抗感覚がおかしくなるような坂道。よいしょ、ここを降りていくとワイピオ渓谷の下の方に降りていくことができるんですが、今は行けないそうです。今回初めてこのムリバイトレイルの看板を見つけたのですが、さっき見た対岸をさらに登ってその上にトレイルがあるんですね。
さあ、ちょっと長くなったドライブのおまけは、みんな大好きテックスのマラサダです。いつもワイメアに用事があるときなど、ここをドライブするとき食べたいなって思うんですが、先に用事が待っているとなかなかのんびりとお店で食べていくという気持ちになれないので、今回はゆっくり気ままなドライブなので、思いっきりマラサダを堪能できそうです。ドライブスルーのお客さんも多かったですが、イートインもできるという看板があったので、私たちはお店で食べていくことにしました。テーブルは全部なくなっちゃってるね。はい、ではテックスドライブイン箱で全種類買ってきました。今日ある中の全種類ですね。ではオープン。カバーされてまだあったかい。すごいほかほか。わあ、すごいフィリングがね、穴からもたっぷり出てきてまーす。よし、何やったかな。アップル、マンゴー、これストロベリーかな、これチョコレート、これカスタード、でプレーンを2つ。私のおすすめはプレーンです。じゃあアップルいってみましょう。なんかどんな風に出るかな。とっと、あったかい、熱い、熱い、あったかい、あったかい、ふわ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 。おお、これはアップルソースのなんかジャムみたいな、ね、うん、感じだね。あ、こっちから出てきた。ウケる。これアップルソースの、いただきます。これソースの真ん中からかな。ふわふわ、うんうん。あ、あれじゃない、アップルソースが甘すぎず、あっさり、うん、うん、美味しい、ね、美味しい、うん、うん、これあったかい、やっぱりこれは、うん、絶対ここで食べるのがおすすめです。うん、うん、ふわふわ、美味しい。もう全然、3個ぐらいペロッと食べれそう。うまいですね、うん、全然いけそうですね。うん、なんか一口食べたことに気づかないうちになくなってる感じがしない。うん、美味しい。うん、こんな美味しかった。なんだろうね、なんか日本では食べてなかった揚げパン、なんか違うよね、うん、このスワーッとこう裂ける感が、うん、めっちゃ美味しい、うん、もうすでにもう出てるもんね、すごいマンゴーたっぷり。こうあったらいい、気をつけて上から開け始めないとすごい出る、うん、出る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 。なんか卵の黄身に見えてきたけど。出る出る。じゃあ、あの溢れ出るソースのマンゴーです。ほんと卵の黄身にしか見えないぐらいすごい黄色。うん、うん、全然甘くない、うん、うん、ね、うや、美味しい、あっさり、すごいマンゴー強さも強すぎず、うん、うん、やばい、ほんとパクパク食べられちゃうね。うん、これ今思ったけど、いちごも一緒に食べれる気がするね、これに。いちごも合うと思う、うん、うん、なんかチョコレートとかカスタード味が一番合いそうな気するんですけど、もしかしたらフルーツ系がベストかも。うん、うん、ね、
これ朝ごはん食べたら最高やね。ご視聴ありがとうございました。久しぶりに揚げたてのマラサダを食べれて幸せでした。気ままなドライブでしたが、楽しんでいただけましたらぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画まで。アフイホー。